こんにちは、浅井智代です。この動画では画像の白抜き方法について説明をしたいと思います。よろしくお願いします。まず画像の白抜きとはどういうものかと言いますと、今こちらですね、 Amazon の商品のページカタログ出ておりますけれども、こちらの商品のようにですね、背景が白色のもの、背景を白色にすることをですね、白抜きすると言います。ご自身で新しく Amazon に商品を登録して、商品ページ、カタログを作る際にですね、このように商品の背景を白色に加工することができますと、とっても見栄えもいいですし、お店がね出しているような感じになりますので、ぜひこの白抜き方法を使っていただければなと思います。今回はね、とても簡単にできる方法を紹介したいと思います。今回はですね、例としまして、この下にあります、こちらは背景が紫と白色になっておりますけれども、こちらをですね、背景を白にして、このような画像を作っていきたいと思います。こちらね、ソフトなどは必要ありません。画像編集ソフトなどは必要ありません。使いますのはこちらですね、この Easily Remove Image Backgrounds というサイトを使います。こちらのサイトの URL は動画と一緒に載せておきますので、そちらで確認してください。それではね、このサイトの使い方をね、説明していきたいと思います。まずですね、背景を白色にしたい画像をここにドラッグしていきます。このようにフォルダーの中に保存した画像をそのままこのクリックしながらですね、こちらに持っていってください。そうしますとですね、このように画像が反映されます。こちらですね、マイナスとプラスと書かれたボタンがありますけれども、まずですね、プラスの部分で背景じゃない部分ですね、白色にしたくない部分、商品部分を軽くこういうふうに色付けていきます。ちょっとこれだと四角のね、サイズが大きいかなという時は、こちらサイズちっちゃくしてもらうこともできますので、このような感じでですね、商品部分の残したい部分をですね、緑で印をつけていってください。別にこれはきっちり色を塗らなくって大丈夫です。だいたいある程度印をこのような感じでね、つけていただければ大丈夫です。でこのようにある程度まあ印がつけれましたら、次はマイナスのボタン、赤色のね、このスタンプのようなものに変えます。これでね、背景を白にしたいところを選んでいきます。そうしますとこちらですね、右側見ていただければわかると思うんですけれども、徐々に背景がね、白とグレーの格子柄になっていると思います。こうなるとね、背景が白色にこの部分はなっていますので、徐々にですね、この赤いスタンプを押していって背景をね、どんどん白にしていきます。こちらもね、細かい部分はサイズを小さくしてやってください。このような感じですね。だいぶこっちをね、見ていただくと分かりますけれども白になってますね。はい、だいたいこんな感じですかね。これでだいたい背景が白になりましたね。これでいいですかね。このように
まあ、大体こちらを見ていただいて背景が白になっていることが確認できたら、あとはこのダウンロードを押していただくだけです。これで保存することができます。このダウンロードの青いボタンをクリックしてください。はい、そうしますとね、このようにダウンロードが完了します。では画像をダウンロードすることができましたら、ペイントなどで開いてみてください。そうするとね、今白抜きした画像がこのような感じでですね、表示されます。ある程度ね、もう白抜きできている状態ですので、これで、ね、Amazon などの商品のね、写真として使っていただくことができます。ぜひね、とっても簡単なやり方ですので、この方法を試してみてください。ありがとうございました。